皆さん、アロハ。サーシャのサポートハワイへようこそ。第9段目は、コナベハワイさんです。ヴィンテージアロハシャツの復刻の制作第一人者であるケイシーさんが、ハワイ島コナで2001年にアロハシャツの会社を設立されて、これまでにメゾンキツネさんやユナイテッドアローズさんとのコラボ商品なども出しています。男性でも女性でも着れるとっても素敵なアロハシャツがたくさんあります。コナベハワイさんのヴィンテージアロハシャツは、量産商品とは違って一つ一つに個性のある最高峰のヴィンテージアロハシャツの復刻版の作品がたくさんあります。ボタンも貝などを使っていてとってもおしゃれなものがあります。私が今着ているこのアロハシャツ、とてもお気に入りなんですけれど、可愛いですよね、色が。襟もここがとっても素敵で、こうやって開けて着るのもおしゃれですが、ここに実はフックがあって、ボタンもあって、ここでこうやって留めて着ることもできます。いいですよね。実はこのパイナップルの柄のパイナップル、ケイシーさんが自分でパイナップルを買ってきて、それを一眼レフで撮影して、イラストに変えてデザインしたアロハシャツなんです。お気に入りです。他にもあの有名なフランク・シナトラが出ているハリウッドの映画ここより永遠にでフランク・シナトラが着ているアロハシャツの復刻版もあります。でもその当時の映画はやっぱり白黒なので、ケイシーさんが自分の独自の色の感性でデザインした復刻版を作ったアロハシャツがあって、私それ見た時にめちゃくちゃ感動しました。色の感性が素晴らしいです。そんなね、たくさん素敵なヴィンテージアロハシャツの復刻版があるコナベハワイさんなんですけれど、実はアロハシャツの料金に送料が含まれています。すごい。そしてさらにコードサーシャ SASHA で 5% オフにもなります。素晴らしいありがとうございます、コナベハワイさん。すごいです。コナベハワイさんはハワイの文化や歴史を守り続けてきている素敵なアロハシャツのブランドなので、皆さんもぜひゲットしてくださいね。一人でも多くの人に知ってほしいサーシャのサポートハワイ、皆さんもお友達を誘ってぜひ参加してください。アロハ。